谷本選手のことをよく知っているのは誰？ランポーレ三重背番号3番阿星美宇と。ランポーレ三重背番号19番西田渉と。ランポーレ三重背番号10番谷本ひろやです。第1回谷本は誰だ？えい、ブーはいーはいーブ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 ー。いきなりですが谷本って何という説明ですが、僕に関するクイズが何問か出されます。そのクイズにたくさん正解した人が勝ちというシンプルなものです。視聴者の皆さんも僕が何と答えるかぜひ一緒に考えてみてください。誕生日はいつでしょう？はい、わかる。わかる。これは結構印象的に残ってるからわかると思います。いや、わからん。ガチだから。こいつの誕生日会したっけ？してない。やんな。してないからわかるんですか？してないからわからへんねん。これ部分点ありですか？まあまあ俺が近いなと思ったら、はいはい、4月5日2月25日4月10日やった気がする。わかるかなみんな大丈夫かな。はい、行きました。答えは4月3日です。全然ちゃうやん。これ吉だよ俺。2日違うからな。部分点あるじゃんこれ。ないない。0.5 ちゃん。そんなない。0.5 ちゃん。ちょっと渋いな。0.5 やろ。お前当たった。上げても0.2やな。じゃあ0.2。次は趣味は何でしょう。知らん。知らん。知らん。ほんまに知らん。オッケー。え、そんないっぱい？いや、何個？1個オッケーオッケー。こいつマジで部分点取ろうとしてんで。あかんで部分点。めちゃくちゃ書いてんで。はい。音楽を聴くこと、YouTube、Netflix 見ること。お出かけ。できました。答えはアニメを見ることです。部分で部分で。ないあるやろこれは。ないやろ。3問目は好きな食べ物は。知らん。ヒントはヒント。ヒント。うん。ナバリにあるっすね。何が？食い物。ない？外国の食べ物。え？外国発祥。日本じゃない。はいはい、せーの、はい、なん、インド料理。お前ら違う、外国って言ったからそっちか。はい、好きな食べ物は餃子です。これちょっと高いんであんま食べれないですよね。僕らちょっと貧乏なんで。中華だってあんま食べれない。日本やし、餃子って。餃子って日本の？日本や。え、中国じゃない？ちゃうわ。あ、そうなんすか。さっき言ってくれよ。知らんけど。ごめんけど、知らんわ。ダビって。次は、自分を漢字一文字で表すと。はい、できた。なんもわからんねえけど、俺。あ、これじゃないな。ミスったかもしれん。いや、これ当たったら、でかいっすよ。これ、絶対これ。もうめんどくさい。オッケー、もう一問、はい、これでいいや。はい、せーの。泳ぐ。泳ぐ挑む。おぉ、間違ってた、ごめんなさいね、感じ。あ、これ絶対ちゃうな。難しいな。ちょっと別の感じしようと思ったけど、それも思い浮かばなくて。挑む、挑戦の挑。これ難しい。あ、そうや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 。うわ、ちょっと頭悪いので。いけました。
挑むって感じです。これはやっぱ僕が一番年下でちょっといろんな壁とかに当たっているんで、もう挑むしかないみたいな感じですね。挑戦するしかないっていう意味でこの感じです。やばこれすごいな。どんな壁とかに当たってるんで、何の壁に当たったの。オッケーオッケー。1対 0.2 ひどいな。あれ 0.5 あってもおかしくね。いやーちょっと惜しかったけど次は誰の手料理が一番食べたいか。どういうこと。誰の手料理が一番食べたいですか。ね、それはランポーレ。じゃ俺が全員この世の全ての人。じゃ俺が誰一番誰の手料理食べたい。この世の全ての人かって聞いて。そうそう、複数人。一人です。できた。母親。家族ランポールの選手、彼女。もう一択ですよ。はい、はい、答えはママの手料理が一番食べたいですね。やっぱお母さんの手料理が一番美味しいですね。何が。いや、カレーっすね。めちゃくちゃ美味しいっす。あー、トゥーイージー。うわ、マジで兄ちゃんの全然分かってないわ。知らんもんかよ。次は、自分の好きなところは。知るか。ふざけた。いや、ガチガチガチ、割とガチ。イケメン、身体能力高いところ。運転が上手。はい、これはいきました。これはポジティブなところやと思います。知るかお前、ポジティブちゃうやろあれ運転上手やったと思ったんやけどな。蛇行運転がとか、軽トラ落としたりあれ普通にしくったわじゃあこれラスト問題です。何点。これ10点。20点あげてもいいぐらいです。最近、まあ、これあれですね、嬉しかったことですね。最近嬉しかったこと。あったな、この問題な。うん、あ、はい。何？はい、いきます。はい。はい、上司にご飯をおごってもらったこと。ボーナスをもらった。まあ面白かったことっていうか、まあちょっと嬉しかったことがあるんですけど、最近ちょっと仕事でめちゃくちゃいい上司と一緒になることがあるんですけど、その上司が昼ご飯をめっちゃおごってくれることっすかね。めちゃくちゃ美味しいところいっぱい連れてってもらって、ちょっと最近嬉しいっすね。これが一番点数逆転びっくりするわ。え、これ10点20点20点2点なんか嬉しいことのレベル低ない。嬉しかった。嬉しかったです。めっちゃ春いっぱい飲み食わしてくれます。なんでな、ガソリン高いし節約せなあかんからな。そうなんですよ。大逆転勝利だ。マジかよ。え、俺すごっ。それはエグいな。谷本は西田さんです。うわぁぁぁはい、まあ谷本をやっていきましたけど、むずすぎるな。まあやっぱりあんまり関わってないからね。まあそれは冗談ですけど、まあそれは冗談として、まあ他の選手のねこういうこともやってみたいなっていうか気になるなっていうことで、はい、ぜひ他の選手にもやってほしいですね。そうですね。もしかしたらまた次違う選手があるかもしれないので、もしかしたらね、はい、またね。次回もあるかわかんないですけど、はい、
楽しみにしておいてくれたらと思います。はい、じゃあ最後に谷本選手から画面外から一言もらって終わりましょう。多分答えれる人全然いなかったと思うんですけど、まあ楽しんでもらえて、多分楽しんでもらえたかなって思います。じゃあ次回またお楽しみを。ありがとうございました。じゃあ、あっちどっちそっち ABS